トークでやっぱずば抜けたのは新助さんかなと僕は思いますけどね。よく皆さん見てください、うん、めちゃくちゃ笑ってくるんですよ松本さん。小島さんが超一流の会話力の持ち主かどうかってすごい気になる。いや、このね、まあ、タイトルがまた良くないですけど、ね、会話力で言うと小島は別に超一流じゃないと思うんですけど、まあ、超一流だと思うんですよね。マツコさん上手いのは地下鉄路線図には全く興味は分からないけど、はい、これにハマったあなたに興味があるよ。MC の立場で、はい、この芸人さんがいるとやりやすい、うん、やりづらいみたいなとかってやっぱりあったりする。いやもうだから今ひな壇で座ってて司会に上がってるメンバーいるじゃないですか、はいはいはい、みんなだからみんなそこをやってきた人だと思うんですけどね、うんうん、分かりやすいで言うとキリンの川島くんとか、あ、まあ、あとは小峠とか、はい、まあ、全部ができる人ですよ。全部が見えて全部ができる人ですよね。だからもっと上で言うとやっぱ有田さんとかですね。しゃべくり7ね、ずっと見てる方はもう有田さんが全てを司ってる感じって分かります。起点もそうだし、うんうんうん、パス回しもそうだし、展開もそうだし、こっち行こうとしてんのいやこっちの方が面白いっていう舵取りもそうだし、うんうんうん、有田さんはひな壇にいながら、まあ、上田さんが司会をもちろんやってるんですけど、まあ、有田さんが全てコントロールひな壇にそれながらしている感じですよね、はい、でもその中に、はい、例えばスポーツ選手とか、うん、本当素人の方とか出たりするじゃないですか、はい、そういう時に、まあ、これハンドリングがちょっと難しいなっていう時とかってあったりするんですか。だから、まあ、シンプルに喋ったら一人振るとか、はいはい、この辺の話題はこの人得意だなっていう時は振るとかするんですよね、うん、だからまあなんて言い方でしょう、芸人さんのフォーメーションで助けてあげるという感じですね、はいはいはい、だ怖い言い方しますけど、はい、一言も喋らせないことも平気出てきます我々多分玉回して、はい、すごい怖い言い方なんですけどね。そう、聞き上手はまた逆に本当にこう喋りに喋るみたいな人って渡部さんから見てる、喋るに喋るトークでずば抜けたのは新助さんかなと僕は思いますけどね。一緒に仕事した中では、はい、新助さんはやっぱすごかったですね、美しいトークがもうあのオチまで無駄がない、何だったらちょっといい話して、うんうん、わーって感心させてからスパーンと落としたりできる人なんで、なんか僕はなんかあの間近で見させてもらって感動しました。いつもやっぱじゃあ新助さんがじゃあ MC やられてた番組だと、うん、やっぱ今の番組の形でやっぱ若干流れが違ったりする。そうですね、だから今で言うと例えば上沼さんとかもそうですよね、うん、やっぱ自らが喋ることでエンターテインメントにするけども、うんうん、言ってみればそのぐらいの人で、さんまさんが一人でベラベラ喋ってる番組ないじゃないですか、うん、松本さんもないじゃないですか、うん、松本さんも司会者で誰かの投稿をうまく落として、うんうん、しかも松本さんもとにかく笑ってくださるんですよ、うんうんうん、なんか笑いのカリスマで厳しいイメージあると思うんですけど、よく皆さん見てください、めちゃくちゃ笑ってくるんですよ松本さん。なのでダウンタウンさんのトーク番組がゲストがみんな生き生き喋ってるのもやっぱあそこですよね、って考えるとおしゃべりしてる人ってあんまりいないです。特殊な人ですよね、柳沢慎吾さんとか。あ、もうあんまり司会者でずっと喋ってる人は今のテレビはなかなかいないんじゃないですかね。やっぱりこうさんまさんとか有田さんとか、うん、やっぱりこう誰かが言った時のこうやっぱリアクションの質みたいなっていうか、うんうんうん、すごいじゃないですか、はい、なんか例えとか、うんうんうん、それがやっぱりその会話力と、うんうん、能力の差みたいになるんですか。いや全然違います、そんなできないです、できないです基本的に、っていうかやらなくていいです。でも僕やっぱ生まれ持った才能ではないと思うんですよ。だからやっぱ鍛錬と訓練だと思う、努力だと思うんですけど、あれを目指しちゃうともうはるかちょっと頂きが遠すぎるし、成果も見えにくいし、できたからって人に周りに人が集まるかっていうとそうでもないですしね。もしかして頭切れるなとかトーク上手いなと思われるかもしれないですけど、それがコミュ力アップのイコールじゃないんですよね。下手したら人遠ざけちゃうんですよ、トーク上手って。いやいやいや、しなくていいそんなそんなボンボンしなくていいってできなくていいんですっていう。登山で例えるんですけど、コミュ力を極めるのだとしたら、口下手なんです僕って自覚してる人はもう僕はね8号目ぐらいまで来てると思います。もうちょっと、あの口下手で人見知りでっていう人も8号目ですね。逆にこれ部下に配ってやりますよっていう人かなり危ないですこちらめちゃめちゃ遠回りだから、あのトークが上手いなとか、はいはい、ちょっと自分面白いなって思ってる方は、うん、あのかなり大変だと思います。なのでトークに自信がある人はなおさらこれ、はい、意外とあなた周りに人いますかっていう感じですよね。なんかそれこそ超一流っていうところがついてると思うんですけど、はい、小島さんはこう超一流の会話力の持ち主かどうかってすごい気になる。いや、このね、まあ、タイトルがまた良くないですけど、はい、会話力で言うと小島は別に超一流じゃないと思うんですけど、うん、愛され力は超一流だと思うんですよね。でもそれってなんでかって、小島に対して多分みんなが緊張しないからなんですよ。
で小島ってみんなに舐められてるじゃないですか、うんまあ、本当に街行って子供から大島さんって言われたりするから、うん、これお笑い芸人としてはもう二重丸、うん、すごいことなんですよ。これってもうこれと同じなんですけど、あれができればいいんですよ。人が集まってくるんですよ周りに、うん、でもあれがなかなかできないし、小島がじゃあとにかくトークが立って、うん、うわーってマシンガンだったら、あの魅力ってあります？ちょっとなんかやっぱ親近感湧くなっていうところがすごい、ちょっと拙さだったり、うんうんうん、人間としていびつな部分がチャーミングだから愛されてるっていうことだと思うんですよね、うんはい、なのでそういうことだと思うんですけど、人が周りに集まるってなんかそういうことかなと思うんですけどね。それこそイベントにその参加させてもらった時に、はい、僕すごい一番好きだったのが、うん、渡部さんがその場でグルメロケ的なものを、うん、あ食レポ食レポをやって、いやもうやらされたそうなんです、はい、あの時はチョコレートブラウニーだったんですけど、はいはい、食べる前にもう8割ぐらいコメント決まってるんですよ、はい、それはびっくりしました、はい、これはね意外とタレントさんもみんな知らないんですけど、うん、食べた瞬間に言葉にするって無理なんですよ人間、しかもコンパクトに、はいはいはい、絶対無理なんですよブラウニーだったらブラウニーのもうコメントパターンみたいなのが、うん、ブラウニーのコメントパターンは、はい、なんか僕はですけど、はいはい、水分量だと思うんですよね。水分量なんかパサパサしてて嫌じゃないですかはい、はい、パサパサしてて嫌だとべっちょりしてて嫌じゃないですか、はいはいうんじゃないここだよっていう、ここだといいなと思って食べるんですよ。じゃあここなんですよ。じゃあまさにこれをそのままですよ。あのすごくちょうどいいしっとり加減でってことなんですね、うん、はい。じゃあ焼き鳥だったら多分ジューシーさと、うん皮のちょっとパリッと感と、うん、油の美味しさかなって言って食べるんですよ、うんうんうん、でこれ用意してるじゃないですか。だから僕そういう感じです。だから全部だからそれがあの僕はいっぱいいろんなことを死ぬほどやってきたんでその引き出しが多いっていうだけだと思います、はい、ただ渡部さんだったら、うんまあ、いろんな美味しいお店行くじゃないですか、はい、でもあそこでのコミュニケーションこそ結構なんか難易度高そうだなって僕は思ってしまったんですけど、うんうんうん、なんかそこのコツとかってあったんですか？コツというか、なんでみんなやらないんだろうなと思ってるのは、うん、美味しいを言葉にすることですよね。なんか言っちゃいけないみたいな感じになるじゃないですか皆さん、うんうん、いやとんでもない、もう絶対言った方がいいですよ。あ美味しいですって。であと皆さんなんか美味しいしか言えない自分が申し訳ないみたいな気持ちになるみたいなんですけど、うん、いいんですよ美味しいだけで。ごたごた俺みたいな食レポみたいな俺も普段しないですから、はい、美味しいですをまずやっぱり作ってる人に言うって、うん、もうこれ基本の第一歩の第一歩じゃないですかね。それだけで、うん、あの言っただけでお店からは絶対好かれますよ、ねうん、言わない人より逆に、うん、こうコメントしすぎちゃうみたいなことって、うんはい、渡部さんじゃないとして、うん、そういう方ってやっぱいらっしゃって、まあいろいろなんか知ってることを喋りたいんで、はい、あこのマグロはこうだよね、この時期の大間はこうで、うん、このぐらいの個体だったら多分、はい、平地並みででしょ、はい、大将みたいなとかいるんですよ。これは言いたいんですよね、まあ、自分の知識を言いたいんで、はい、その大将もこれ一流ってみんなこれできてますから、うん、みんなあそうですね、あのさすがお詳しいですねっつってまたこう一緒に握るような、まあ、聞き上手な人多いんで、はい。あとこの本、はい、ご出版の経緯、はい、自粛に入って、うん、あの本当に仕事ゼロになってどうしようって時に、うん、ある知り合いからちょっと企業向けに喋ってみないかって言われて、うん、で何喋ればいいですか先生、コミュニケーションのことじゃないみたいな、かなり無茶ぶりで、まず本屋に行くとこからです。ビジネス書の棚久しぶりに見たら、あまだこんな相変わらずコミュニケーション関連ってあるし、はい、売れてる本はこんな売れてるんだみたいな、うん、で見てたらちょっと難しいなとか、うん、これ全部話して目線だなとか、プレゼン力上がるけど、うんうんうん、それ本当にこの企画通ったりこの商品売れるのかなって思ったんですね、うんうん、ただプレゼンもう下手でもトークがダメでも、うん、要は物が売れればいいわけじゃないですか、うんうん、てか好かれればいいわけじゃないですか、うんうん、っていう本ってことを講演してたんですよ。いや皆さんちょっと誤解があって、そんなことよりあのもっと好かれる方法ありますよ、人の話めちゃくちゃ聞いた方がいいですよってことをやったんですよ、もっとコミュニケーション簡単に考えましょうって講演をしてたら、すぐ評判を読んで、でうちに来てってなって、あこれいいなと思ってたら、ご縁で絆出版さんが本にしませんかって言われて、で僕もあの本当にいやちょっと待ってくださいと、はい、このタイミングで渡部がコミュニケーションの本かよとこれそれはさすがにって言われた思ってまだ早いのかなと思ったんですけど、ある方にいやこれ読んだり渡部さんその話聞いて救われる人結構いるよって言われたんですよね。まあ、多分出したことに世間様で不快に思う方はまだたくさんいらっしゃるだろうけど、ちょっとだけ前に進ませてくださいって感じですね。まあ、これ読んであの助かる方もいるんですよ、すいません出させてくださいって感じです。
はい、なのであの僕これ読んでくださいっていうより心持ちはそういう感じです。批判もタイトル含めて、全部、タイトル気に入ってないんですか。いやいやそうですね結局この説明がいるんですよ。超一流の会話力って僕のことじゃなくてって、これってすごいタイムロスなんですよね。だからもったいないんで、ただこれで手に取ってくださった方もたくさんいるんで、いいなと思うんですけど、経緯はまさにそういう感じです。これを本で俺はもう一度っていうよりも、助かる方がいるんで、ちょっとすいません出させてくださいって感じです、はいはい、お笑いはまだ情熱あるんですか。いやあまりお笑いをちょっとお笑いは、いや予定立てても入んないですよ。ああでもやもちろんお笑いはもちろんもちろんはいもちろんはいはい、よかったですね、はい、シチュエーションのネタめちゃくちゃ好きなネタですね。ネタで、はい、ネタはちょっと先になると思うんですけど、まあお話し合って、はい、これから渡部さんのこの本を手に取る方に向けて、はい、一言と今後のご予定とあれば、はい、ぜひ。わかりました。要はコミュ力アップは周りから好かれたり、うん、周りから話しかけられたりってことが多分ゴールだと思うんですけど、うん、そのためのことを全てまとめた本です。で、コミュ力アップイコール トークスキルアップではないよってことを、分かりやすく皆さんが知っている、芸能界の方たちの例を例えながら、まとめた本です。で、超一流の芸能人たちがやってることは実は誰でも真似できることなんだよってことなんで、まあ、才能、努力、スキル的なことは一切いらないです。もう心掛け一個で、うまくいくんじゃないですかって本なので、ぜひ買っていただければなと思います。お知らせとしてはですね、はい、そうですね、講演会じゃんじゃんやってるので、もしご読みあればですね、可能な限り対応したいと思います。こちらの本と、うん、渡部さん関連の、イベント情報等は、概要欄の方に貼っておきますので、ぜひそちらチェックしてみてください。はい、はい、それではこの動画が面白いと思った方はチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いしま す。それでは今回渡部さんお時間いただきありがとうございました。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 